2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になり1億円近く投資をしておりましたバイナリーオプション世界スペシャリストの販売岩先生です。今回はね、販売岩先生が億万長者になれる手法を発明考案いたし成功いたしました。ただですね、50回以上から100回以上投資してですね、日にですね、平均1000円とか2000円の利益という、今週の、試験投資の成績でした。月火水木金土と1週間投資しましたら、まあピークでは1日にね、2万ぐらい稼いでましたけども、後半その日はですね0円となりました。そんなことがありますね。そんなことがありながら平均で数千でしょうかね、今週の50回以上から100回以上投資してですね、まあ実際300回ぐらい投資してるかもしれないけど、いろいろねやってるんで、で一つの手法だけでいくかということを、15分足だけで分析するかというですね。で今回途中で15分足で15分、まあ実際13分は後で決算する方法と、正確に00分05分10分15分って、ハイアンドロー社の規定の決算に、正確に、合わせるというのを途中から始めておりますので、試験結果が2つ入ってるんだけど、まあ同じようなことになるんで、変わんないと思うんですけども、今週の、10月5日ですか、今日土曜の結果で販売用先生ついに億万長者になる手法を見つけ出しました。来週もまだデモで試験しますけどね、ライブでは自動売買できません、必ず法規を守ってくださいね。ただいまデモですので、延々とデモで完全自動売買で試験してます。それも4台でね動かしてやってまして、5分足の方はねタイですね、70% の勝率を 80% に変えたら利益取れるんじゃないかということで、ね、少しね数千ね、これはねシグナル数がそんな少ない、多く出てないんで取り扱いは楽じゃないかと思うんですけどね。ただこのインジケーターは販売はできません。お試食になりますからね、ある程度手を加えてね、皆さん、稼げるように投資していただくというようなインジケーターしか販売できませんのでね、ご了承ください。そうすると捕まったりですね、あと異様になるんで潰れてしまいますから、私の方のね、この発表場所消されてしまいますね。そんなことでね、正しく法規を守ってね、説明していきたいと思います。で若干ね、人間たちみんな悪どいんで、正確にね分析の内容とか 100% 近く正確にね発表して、期日を全部説明 してはいるんだけど、妨害でね 90% から 80%70% ぐらい落ちてます。というのはこういうふうな数値だと、言おうとするだけでみんなの脅かしでね、ぼかさないといけないようなのが 20%、30%、40% 出てくるんですね。人間たちがそれやると不利になるかとか、悪さするというような感じが動くものですからね。どうしても説明でもね 20%、30% ボケが入る。でボケがないようにね、言うことに対して
私の方が、情報が低迷した内容で説明でしっかり話すような感じになってしまいますから、非常に人間たちの悪さが昔から変わんないんだけども、大きくね、説明できるようになってきたんで、単なる人間は今日肉食生物であるということで、道具を使って盗んで生きる、ね、盗んで生活するっていうのが専門ですね。これが四肢ですから、人間の場合ね、特に注意していただきたい。誰でもそうですね。私以外は全部そうですね。上の生物以外は。で、そういうことでね、まあ、よかったなと思いますけれども、僕は今月還暦ですね。還暦でね。10月17日誕生日ですね。で、今、提示しているインジケーターも似たような系統で設定値でね、ある程度合わせると同じように稼げますから、ね。手を加えないといけませんけれども、ぜひ購入してください。何十種類もありますからね、全部購入することが大事ですね。どれも大事なインジケーターですね。極地販売できる限界でのものを出してますからね。他と比べると全然いい製品ですので、稼げるか各自のね、また技能が必要ですけれども、とても皆様方にとっては大事なインジケーターとなりましたのでね、ぜひたくさん購入してください。今使っているインジケーターは販売できませんけどね、似たような感じですね。ちょっと逆に単純に動かしているところがありましてね、逆に単純にね、動かしていただければ同じように